文京区立明台中学校は、東京都文京区かすが二丁目に位置する公立中学校。名前の由来は、明賀谷に面して、小石川の大地にそびえ立つ校舎から、区の施設、アカデミー名台と校舎を共同使用している。1960年3月、文京区立第12中学校として開校。同年4月、文京区立明台中学校と改称。 1965年11月、開校5周年を記念して作られた校歌の作詞は、詩人の勝吉しで、作曲は作曲家の平井幸三郎である。1993年12月に、現在の校舎に改築された。当初は、東京都立小石川工業高等学校、東京都立小石川中等教育学校と校舎を共同使用していた。2003年4月には、 コミュニケーションの力やソーシャルスキルを育てることを目的として、情緒障害等を通級生特別支援学級、若竹学級を校内に開設した。2019年度よりアドバンスルームに名称変更。2017年9月より全教室で通常の緑色の黒板に代わり電子黒板が用いられた。1987年8月に女子バレーボール部が 全国大会で準優勝するなどの活躍を見せたほか、2006年8月には剣道部員が全国大会個人戦に出場している。妙体中学校玄関内に2017年7月12日頃から東京自転車シェアリングが設置された。ポート名称は E3 から a 4妙体中学校である。なお設置場所付近は学校敷地内のために 必ず自転車から降りて、ポートを使用するようにされている。このサービスは、千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区、渋谷区の各区でも、貸し出し、返却が可能。2020年7月末に廃止された。ふさか警察署、竹早交番が、徒歩1分の場所にあるほか、周辺には、小石川郵便局や、東京メトロの小石川車両基地などがある。 高台にある校舎からは、新宿福都市にや六本木ヒルズを望むことができ、晴れた日には遠くに富士山などの山々が見えることもある。ありがとうございます。